9番です。1番さんどうぞ、どーちょ、新コーロン、言うやつ、大体苦労、どうも、ボクシングです。これ、どうなんのかないや、こんなことある。はい、じゃあ、6番さんから時計ームにテンポ、どうぞ。どうぞ ?7 番です。8番さん、どうぞ。<laughs> <laughs> はい8番です9番さんどうぞあー9番です1番さんどうぞ <laughs> 久しぶり番です今です山 <laughs> さんどうぞいや別だけど4番です はい、えー、皆様、ーズなせん。ありがとうございます。<laughs> 久しぶりなんです。この部屋初日、神ありの部屋です。お神さん、噛まないでください。で、ゲームが始まってから、あしろでしたっけとか言うね。人はね、うん問答無用で初日、釣ります。役職が釣ります。<laughs> あー。すみません、少々お待ちくださいね。いや、なんかさ、久々すぎてさ、なんか嬉しいんだけど。<laughs> 久々すぎてちょっと。 やばい、何ヶ月ぶりだろう。人狼殺やんのはい、三番さん、天候お願いします。終わったら返してください。証券さんど、はい、どうも。はい、三番です。 はいじゃあルール説明していきますね。この部屋初日神ありの部屋ですが、噛まないでください。占いはランシロではありません。把握お願いします。で、初日ゲームが始まってからランシロでしたっけとかね確認し出す人たまにいるんですけど、モンド用で釣ります。役所があっても釣ります。なので、メタ発言はしないでください。ランシロって何ランダムシロってこと。ランダムシロってこと。 あ、すいません。CO CC、CCO をチャットアリエスだけちょっと把握してなかったんですけど、カチデジがハマスのケーい、CO はいつでもチャットでしてもらって大丈夫です。ただし、占い師さん、一日目はコートのみの使用でお願いします。OK。さあ、久しぶりのえー、何ヶ月ぶりかなまあ、ざっと3ヶ月ぶりぐらいの人狼殺なんだけど、バチコリ村人でやっていこう。しよーし、頑張るぞ さあ、初日につられないよう、少し疑われないように喋っていこうかな。はい。よろしゅう。さあ、久々のトップバッターは誰だはい。よろしくお願いします。村人信也です。特に使用などはありません。で、まあ、一発目なんで、まあ、進行論っていうわけじゃないですけども。 まあ大体ちょっと僕的には1週目のまあ半ばぐらいからまあ怪しい位置、黒い位置とまでは言わないですけども、ちょっとこの人怪しいんじゃないかぐらいは、各々述べていっていただきたいですね。まあこと黒になんですけども。進行、はい、論いうやつ大体黒だな。2週目からに関しては、各々まあ釣り位置。<laughs> 今日は、うん、発言聞いた限りこの人釣り位置だなっていう人を理由つけて必ず一人は上げてほしいなと思ってます。あ黒これ黒で、まあ、占いに関して、占いと片白に関しては、まあ、最悪触れなくて、まあ、グレーだけでも結構なんですけども、それをお願いしたいです。進行、はい、論言うやつ、大体黒。どうも、ボクシングです。はい、おはようございます。3番、銀だこです。占い師師をします。おえー、左隣、4番、3、占って白でした。おうおう4番、3、白でした。はい まあ二週目に来たいって感じです。俺言うから。大体新コーロンズが言うやつ大体言う人は出て来るなんすよ。はい。聞こえねえよ。えなに終わったわ。いやー皆さん申し訳ない。はい、いや四番蹴ろうか迷ったんだけどもみんな待たせてるからもういいかと思って始めた瞬申し訳ない。<laughs> もう絶対利益だろこいつ。 だってさ、ふと聞こえませんってさ言ったらさ、まともな人ならマジとかさ、本当にみたいなさ、レスポンスするでしょ。ああ、確かに。もう絶対にアキでしょ。もう。<laughs> いやー、ちょっとさ、黒目に見られるかもしんないけど、もう今日4番釣りでよくないミクティさん1、うん、0 0や。ああ、そうーだったら本当に申し訳ないんだけど。はい、おはようございます。村人陣営です。えー、はい、そうですね、占い師と城崎把握しました。4番さんはこのまま2周目も貼 あの発言ががなななかかかっったたり、役がなかったりととすす。れれば4番になる流れだと思いますグレーに触れていくと2番さんは、まあ、リー位1人あげろって言ってたんですけど自分は2人あげてほしいかなと思いますね。役持ってた時にあのどこにシフトするのかを知りたいです。うんと同時に白いと思っているところも1人ぐらいあげてほしいですね。はい7番よろずまんです。2番さんグレーです。3番さんの占い先4番さん白を把握しました。 4番さんなんですが今日釣り位置ですただしえっ、ー、と2周目戻ってきたらまだわからないです <laughs> 6番さん印象良いですねうーんなんで印象良かったかなそこを書くの忘れてたうーんこうなると僕がちょっと黒くなるんですけどねまぁ、あ、とりあえず2周目頑張りますはい、はい、おはようございます占い師です6番さんシロです占った理由適当です初日の占い理由のて正直どうでもいいと思っています でまあ、3番さんなんですけれども、まあ、人狼で出る時だったら、えー、左隣占って、ちょっとためらいとかがあるんですよ、でもそういったところがなく、さらっとね、4番指導っていったところ、す、え、ら、ー、ないし、強靭ですね、はい、3番さんは強靭かすらだと見ています、で9一はまだ発言聞けてないから、まだわかんない、2番さん、色落ちなし、えー、5番さんが4番さんの2周目も聞かずに、4番リ、リア強だろう、リア強だろう、蹴っとけばよかった。 とりあえず今日も黒く見られるかもしれないけど、3位チェって来たんだけど、まあ、確かにこのまま行けば4番さんは3位チなんですけれども、2周目の発言もまだあるかもしれない。そこを考えずにすぐ3位チに上げてあげてるところがどうなのかなっていう印象です。まあでもまだいつ取れではそれば取るだけでは黒くは見えない。7番さんも同様ですかね。っていうところです。6番シロです。以上。9番。はい、ということでレイヤーはおはようございます。 まあ3番さん、8番さん、占い師を明かしました。えー、4番、白。6番、白ということで。うーん、まあ、今のところ占いフラットで見てて、まあ5番さんの発言も、なんかね、まあ、次4番さんが喋んなかったら4番釣りでもいいのかな。まあ、片白なんですけども、まあ5番さんのね、まあ最初言ってた、その、なんかリア強とか、そういうのをキックするしたい。釣り位置にしたいって言ってたんで、 まあ、それは、うん、いいんじゃないのかなって感じで。まあ、次喋んなかったら4番さん、まあ、釣ってって感じですかね。まあ、特に、5、6、7、8。よくわかんないけど、2か。2から始まって、8の中から、怪しい人っていうのは、まだわかんないんで、とりあえずね、第2週目考察伸ばしてい,いきたいと思います。よろしくお願いまします。ね、えー、トマトなな、なんでこんな荒れてんの はい。おはようございます。村人陣営でした。で、まあ、そうですね。まあ、片白と占い師は置いといて、5番さん。5番さんが、うん、狼とは思いにくいですね。まあ、4番さんが白だったら、なかなかためらいが生まれる言葉なんで、うん、そういう意味で5番さんは白く感じました。で、えー、っと、まあ、もしかしたら5、4が、 オオカミで、まあ、ゲームバランスのために言ってるっていうのもあるかもしれない。追えない,えないこともないかもしれないけど。6番さんは長く話す人ってオオカミのイメージ。ちょっとそこ、ちょっと黒く感じました。7番さんは特に、うん優秀だね。うまいね。この人一番。うん、色ちなしですさあ、9番さんも、<の>うん、色落ちなしってとこです。はい。はい、発言します。 まあみんな話題に出してる4番さんからとりあえず触れるか。で、4番さん釣り位置に持ってきてるのが5番さん。で、6番さんもまあそんな感じのこと言ってたか。で、7番さんも4釣り位置って言ってる。で、8番さんが若干4、まあ2周目期待とか、まあその辺ぐらいから始まってるのかな。 うん俺だよ。どうなんだろう、はいまあ、僕もまあ2周目、ちゃんと発言してくれることを期待してるんですけども、やっぱりこの位置で、この位置でというか、全く喋らない、ムラめないどころか SG 値とかなる可能性あるんで、まあ、このまま何も喋らなければ4番さんずりでいいかなと思ってます。で、えー、5グレーの5791に触れていくと、まあ、5番さんは、うん、自分も、ね、4番さんの次で、あそこまで4番さん 釣り押ししたのは結構村っぽい、まあ僕と同じ考えで村っぽいかなと。うん、で、同様に7番さんも同じ意見で村っぽいかなと思ってて、やうん、一番気になったのはやっぱり9番さんですね、うん。その位置でもうちょっと4578、45678と結構触れるとこあったんじゃないかなと。あっうるせえよね、4 まだなんかよくわからんみたいなこと言ってて。わかんねえだろ。どうなんかなと思いました。うるせえよ4番さん時点で9番さん怪しい。まあ4番さんは置いといて9番さん怪しいかなと思ってます。1>, うるせえよ1番さんもんちょっとまだ色違なし。人狼だなこれ。2人狼だ,人狼だ。発言してください。2週目ですね。えっと、もう皆さん4番さん釣るって言ってるんですけど、4番一応白出てるんですよ。強、ま、授、あの可能性もなくはないですけど、僕は釣りたくないですね、4番は。まあ2週目絶対喋ってくださいって感じです。 まあそこ釣りをしてやっぱ5番さんは僕目線は黒くは感じる。けど、えっとね、その意見に関して6番さんが5番のその意見に対してそこまで触れてないんですよね。うん、5番の意見って普通に考えた黒いところやのに。 それに対してほぼ触れてなかったところ、6番黒く感じた。そこに対して8番が6に白打った。狂人が囲いに行ったのか、6、8黒なのかって、ここで見てるけど、コ<い>、まあ、メント欄あらすな。なううお前ら何やってんだ、お前。で、リーチなんだけど、うーん。まあ、6は形とか、まあ置いといて、1番かな。1番、なんか4号ラインとか見てたけど、ちょっとその辺がよく分からない1番、4号ライン見てるのってことは僕を偽で見てるってことなのか、 がえー、8番が強人16人狼で、えー、つけたので今の発言はないな。お前強人だろう。一番3若干怪しいですね。健常。2週目の発言聞きますけど、健常今のところ一番か怪しいと思っています。4は釣らないでください。以上。4番のプレイヤーは発言してください。 何やってんの ?4 番マジで。いや、正直、2番の発言ちょっと怪しいんだよね。マジで人狼だと思うわ。うん。 ラりないんっていう言い方なら分かるよ、うん。4番の2週目の発言を待つとか言ってる人たちに言いたいんだけど、1週目の発言聞いたいでしょ、うん、生活音がかすかに聞こえてたよね。もう明らかにね、うん、意図的に喋ってないってのが分かるんだよね、4番に関してはね。うん、<laughs> そういうところだよね。そういうところまでちゃんと聞いて発言しましたかっていうのはすごい痛い。うん、4番釣るしかないじゃん、こんな。まともにゲームに参加しないんだから。もういらないどころかさ <laughs>、うん。もうな、何もさ。<laughs> 楽しくないでしょ他のみんなも。こんな、こんな混ざってても。で、ところで今日は4番好きだよ。ところでいいところで今日は非常に心外。<laughs> うん、非常に心外だよね、うん。しょうがないじゃん、残して思ってところは正直あるよね。で、4番は、うん、いらないから釣るんだけど、<laughs> 黒いなって思ったら9-1ね。はい <laughs>、ね。9番さんね。うん、9番さんその1で2から8。うん、わかんない。いやー、差がすきないよね。全然狼カが探きないよね。うん。 自分がオオカミだから探さなくてもいいんじゃないかなと思った村だったら普通探すよ、オオカミ。うん、2号だ。ってところで、キワさんめちゃめちゃ怪しい、うん。わかんないって何やねせめてね、せめてグレーに順番ぐらいつけるべきだと俺は思うよ。うん、で、一番3次、一番3なんだけど、一番3って4号黒黒で見たんだよね。4号黒黒で見た後、6怪しいって言ってるんだよね。うん、あなた目線真の占ない人はどこにいるんですかって話ね。4号黒黒で見て、でも6も怪しい。で、7級が色落ちてないからわかんないって言ったんだよね、一番3。 うん、79ってさ、一番精査すべきじゃん。45、まあ、俺はそうだけど、46に触れるより79に触れるべきなのに、46に触れといて、79は色落ちないから分かんないって言ったんだよね。絶対どっちか相方でしょと思ったんだけどね。っていう点で、俺は91をめっちゃ怪しく見てるけど、今日は4を釣る理由はいらないから、以上。はい、えー。自分は今日は4番釣りなんですけど、まあ、視点は5番さんと同じで、あのこ,のいこの流れで私が5番さんうどうしたもう。お前 そう感じで、押してたと思います。で、この役を持ってたり、一瞬で話し始めたら、また、変えますけど。この発言をしてくるっていう人がると思うで、ね。どこに住んでんの、この人。うん自分はですね。その。八 <laughs> 時間過去に生きていますって。聞こえないですか。 四 <coughs> の色は見えてないです。<laughs> も一番追加すんなよ 1> 1。一、二黒いと思ってますね。あ<ー>明日は1、え、一、占い師の精査つかなかったら自分一番釣りたいと思ってます。ーあ、でも今ので、なん、なんとなく、なんとなく、うん、六番結構。は七、い、番です。えっ、ー、と、僕も一、九一が黒いと思います。まあ、九、九番さん,なんですけど。九一 <9 1? S 2>。六七二、うん、まだ分からん。この発言からかなり黒かったです。六番も最低でも片白ですよね。っ思って。えー、一番さんなんですけど。 1> えー、1白6黒9七色なしえー探す気ないの6番黒同じなんかもうなんかもう全然この4番目の人ですよね1番三色えー、4番ん問題ありであ五5番目の人かうーんちょっとね怪しいと思いましたでーえっと一番白く思ったのが今日今回5番さんですかなり精査ちゃんとしててなんで もう4番さんを明確にもういらないですけど。っ僕も、ね、けど今日は4番さん釣るしかないと思ってます。なんで、えー、と今日4番釣って、あと9一の精査して、うーんっていう感じですかね。8白。6番さんの2番っていう。5番の言う4番いらないから4番釣るっていうのはすげえわかる。でも怖えーな、4番反対臭くない リアってハンターめっちゃ多い印象なんだよ、最近なんかよく見ると <laughs>、4番適当に発砲しそうな印象があるんだよな、まあ、でも確かに4番は発言ないからいらないんだよ、でもハンターで適当に発砲しそうで怖いなっていうのもある、で1番が黒いと思った理由は5番と同じ、1番目線の占い師はどっちなの、うん、え ?4 号ラインを見てるんだったら3番 2, 2になるし、6番疑うんだったら8は2000になる、どっちがあなた目線の真なの っっていいうところがすごい気になった。そこを色落ちなしでいった2番さん。私は91ラインもあると感じつつ、12ラインもあるのかな、912二神王だと思っていて、その角となるのがやっぱり1番さんかなって思ってる、うんだから確かに俺目線4番はグレーなんだよ、で、発言もないからいらないっていう意見もすごいわかる。うーんうーん 怖えななんかそれで4番が <laughs> 5番に発砲してあった PP みたいなね全然あるのかなって思ってる <laughs>、うん、だからそれが怖いから <laughs>、うん、俺は今日普通にグレーの1番でいいと思ってんだけどダメ<ー>かないやいいと思うよダメな,なんかなで俺が強人だった場合4番釣るって言うよ間違いなくだって俺めっちゃ 俺が狂人だった場合、3番真なんだよ。俺目線ね。あの、8番真っ白なんだよな。そこで4番残す必要性ってないじゃん、4番白なんだから。そこみんなと一緒に4番釣ろうって言うから。そこ俺、新要素としてちょっと拾ってもらえればなと思う。俺は1番行きたい。いや、8真っ白だわ。<番>えー、今ね、今の発言、すごい8番さん真っ白に見えちゃったんだけど、で、3番さんがね、なんか4番ね、狂人説みたいなの追ってんだけど、いや、狂人ないでしょ。 うん、8番占い出てんだし、8番が何に見えるのって感じ人狼、うん多分ね、8進で6白。うん、これ確実かなと思ってるんですけど。で、僕に触れたね、257。うん、ちょっとね、怪しい。僕はね、1番さんそんなに怪しいとは思わないんだけど、2、2番さんはすっごい、なんか発言が怪しくて。 で、5番さんは、まあ、まあ、妥当な線言ってんだけど、まあまあ、触れてきたからちょっとムカつくって感じなんだけど、で、その、もう、うポンポンって来て、同じことを7番が言ったんだよね。で、これ、うーん、1はね、そんな怪しいと思わなくて、あって2、2、27ラインかなと思ってんですよね。私的に。うん。で、2周目に発言伸ばすってちゃんと言ってんのに、なんか、1周目のその1でって何回も言うんすよ。 もうね、これ怪しいね。もう二、うん、多分ね、2、5、7に2人いると思う。狼が。うん。そう思ってます。うん、今日は、まあ8番さんの言う通り、うんグレイチから行きたいんで、僕は2番さんに入れます。はい、以上です。私は5番さん、<laughs> 超適当。どうどうっていうのはないだろうっていうだけの、うん。まあ想定の話をしたわけで、5、<laughs> 5、54、ローローなんていう決めてないし。うん、うん。で、6番さんがなんか狼は長く話すイメージがてて。いや、2番怪しいんだよ。すんげえ怪しい、2番、うん。そこにちょっと違和感覚えたってだけで。で、まあ、8番さんがもうほんと臭いんすよね。え ?4 番さんがハンターで撃つからの、じゃあ、もうずっと残すんですか ?4 番さんを。<laughs> うん、これ。<laughs> 8番さんが怪しすぎて6番さん囲ってんじゃないかって私は思ってますけどね今<ー>6番さんが黒で、うん、どこに相方がいいかっていうのは、うん、そうだなうん5番さん、うん、なんか便乗してる感じがするいや一番白く見えるんだけどな8番怪しくまあつるい位置になっちゃってるから怪しいっていう感じかな今日は2番いくか俺はおいオいじゃないべ 村人だからああつられたわ12571257うんよかった片城潰したよもう27あんじゃねえかなとすんげえ思ってんだよね5はよくわかんないけど6か片城噛んできたこれどうなんのかな片城噛んだぞ7番 のプレイヤーは、発言してください遠くですね噛まれたのはんー、なるほど 1, キ 1>, 1クロ、おー <laughs> はいはい、確定ですね<あ>確,定確定、確定うんおお。ということは、じゃあ今日は一クロで相方一を探すってこと、うん、もうこれじゃあ相方一9ちゃうんすか <laughs> っていうことは一クロかいやこんなことある いやー、8死んだわ。番番いやー、8噛まれたか。8死んでしょ。7白狩カリ。お、7番カリウト。はい、了解。でも3。待って。えい、カリウえ、はい、で、もうハンター出てきていいんじゃないあ。あ、じゃあ2番じゃん。じゃあ2番です。はい、終わり。はい。 ご苦労様でした。2番が人狼です。さよなら。はい。発言してください。はい、OK。なぜ黒ああ、3番の黒が効いてるのが。なるほどね。ちょっと簡単だったな、これ。 いや、俺1分かんなかったなぁ、なんか。2番号がすごい怪しいのは感じたし、この5、7危ないね、これね。